チス。ケンウッドの MD コンボを使ってる。よいしょー、よ太陽の下で夏を感じよう、笑ってよもっともっと。よいしょー、来たよ逆ハンター。恋をしちゃいました、やっちゃった。どう、ボーダフォン使ってる。イエーイ。今日はある二人を呼んでる。初っていうかコンビ、初コンビ、もうすぐで来るから。で、その二人のギャグを買ってやろうと思います。ちょっとでも心配です。え、なんで。僕疲れてますよ、目がすっごい充血してるんですけど。3本目だから。言っちゃうんですね。とにかく今日はテンション上がってる。俺大好きだから、この二人めっちゃ好きだから、ちょマジで会えるのめっちゃ楽しみなんだよ。すっごいよ、高木さんとね、あの人ね。とにかく今日は絶対に今から来る二人のギャグを借りたいと思います。行こうね。来た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 来ました。うわ、すげえ。本物だ。カナダ、久しぶりじゃん。カナダじゃん。うん、すげえ、ジョイマンだ。すげえ。ハンニャのカナダでしょ。ハンニャの。どうしたどうしたどうしたの。ちょっとマスクつけてもらっていいですか。会話してくんないんだ。すげえ、ジョイマンだ。やべえ。いつも合ってるじゃん。意外に補正。意外に補正。言われるけど、中学生とかに。確かに。すげえ。喜んでもらえるの2008年ぶりだね。だから。いや、すごい。後輩なのにな。ここつけたらいいの。つけたらいい。おしゃれなんすね。恥ずかしいな、そこ。すげえおしゃれっすね。恥ずかしいってやめてよ。マジおしゃれ。すげえ。ちょっといいですか、つけてもらって、うん。こっち来てもらっていいですか。うんうんうん、すげえ、ジョイマン来ました。すげえ、本物のジョイマンだ。ジョイマン好きなの。大好きっすよ。珍しい。変な子。いやいやいや、ちょっと教えてもらっていいですか。あの、やってもらっていいですか。あの、いいか。はい。うん、いいけど。了解か、スピカイ。出た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 。なんて言ったんですか。覚えてなかった。覚えてない。スピーカーあんま分かんないから。リズムで喜ぶタイプ、その子も、はい、分からず面白さも何て言ったか分かんなかったんですけど。でもすごいなんかあれが見れて。いや、分かってないの。妖怪カスピカイって言ったのよ。そうそうそう、よく踏んでるネタだからね。そうですよね。もう知ってるでしょ。知ってんのかな。妖怪カスピカイよ。カスピカイって何ですか。あ、そこなんだ。そうか。だから中学生、はい、中学生に分かるくらいの言葉じゃないと。はい、うん。ありがとう、オリゴ糖。出た、これは知ってる。知ってる、これは知ってるよ。オリゴ糖世代です。オリゴ糖世代。え、なんか入り口からなんかちょっといいですか。ちょっと見せてもらっていいですか。短いか、やっべえ。お願いします。あー、最近運動してないせいかなんかたるんできたな。これどうにかしなきゃな。シミゴ。え、カモ。シミゴ。え、カモ。運動は大事、バンドはエイジ。バンドエイジ。なななな、なななな、なななな、軟骨。いきなり出てきてごめん、誠にすいません。なんだこいつ、すげえ。すげえ、生で初めて見た。生で初めて見たの。はい。あ、そうなんだ。やっべー、嬉しいな。はい。ちょっと難しいな。はい。え、このヒビゴはできる。大きいね。腕がね。腕がヒビゴ。ちょっと違うな。大きすぎるな。はい。これで。ヒビゴ。カモ。カモ。ヒビゴ。カモ。いや、ヒビゴ。ノーバー大事。うん。バンド。ちょっとオーバー。なんか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 。違うな、人だけやってる。ヒビゴ。なんかどうすいません。キレがすごいな。キレがすごすぎて、ね、食ってんのよ、高木のステップ、はい、食っちゃってるから。もうちょっとなんかそう、脱力系ラップみたいな感じ。あ、脱力系、脱力系、ふにゃっとした感じで、うん、やる気ないって言ったらあれだけど、ちょっとそこまで柔らかさですよ。柔らかさ。え、硬いの。強いね、力強いから。あ、そうそうそう、柔らかい。柔らかいな。違うな、柔らかすぎんだよな。柔らかすぎる。
柔らかいと言ったものの、見てちゃうちょうどいい感じ、カモ、いや、バネあるわ、運動は大事、バンドはエイジ、セイブ見てた7と一番楽しいと思う、あ、そうそう相方さんのちょっと待って、おかしかった今変な間があったけど、待って、何高木だって高木さんのステップはなかなかあれでしたけど、ね、相方さん知らないよね、名前わ知らないじゃん、大ファンっつっといてさもう一回言って、高木さんと、すごかったじゃん、さっきので、で、相方さんの相方ってごまかすのやめてよ、いや、はい、いけたね、池谷さんだ、気まずい空気だ、そうだ気まずい空気だ、池谷さんだよ、池谷さんだよって言ったよだよって言ったよ、引っ張らしたな、かかったよ、あの、何かしこまって今の一連の流れ、うん、ください、え、いやいや、どういうことだ、くださいってください、いや、ジョイマンさんの今の一連の流れください、言ってること同じだけど伝わってないね、実際くださいってなって、うちらこれでご飯食べてるからね、これがおまんま食ってる、そうそう、あげちゃうってなるとちょっと、うん、ね、ちょっと分かったり、うん、え、じゃあ共同で共有するっていう、いやいや共同経営そんなの、え、今そんなことないの、ジョイマンを、はい、共同経営、共同で、はい、今の子ってこんな感じ、今の子ってそれいいの、ジョイマン共同で使用できないですか、いや、そう、俺もできる、確かに、カナダ君もできる、まあまあそうね、確かに、でもな、ちょっとあのキレがね、いや、脱力系っていうのが難しかったんですよ、うん、これってこのダンスしながら、はい、ラップも言わなきゃいけないから、そうですよね、難しいかもしれない、うん、え、あの、うん、高木さんのちょっとな、やっぱ高木さんにしか出せない動き、うん、だからちょっとその相方さんのそのいけたんだよね、先ほど覚えたよね、相方さんってもう一回言ってくれ、うん、で、池谷さんのいけたんだよね、もっと犬の頃の池谷さんになっちゃうから、え、犬の頃さんの方になっちゃうから、池谷さんはいけたんじゃない、ちょっと待ってよ、何これ高木さんのは諦めるってことですか、高木さんのちょっと諦めたい、あ、難しい、ちょっとキレがありすぎてちょっと脱力系できないから、うん、ちょっと池谷さん の, おあの最後になんか、うん、なんか言うじゃないですか、一切覚えてないよ、俺のこと池谷も分かってないし、なんだこいつって言ってることも覚えてない、あ、高木しか見てないじゃん、そう、なんだこいつって言ってるんです、言ってる、うん、あの、なんだこいつを、うん、ください、いやいや、いいよ、いや、お前が早いな、マジですか、お前の答えもおかしいから、なんだこいつ、いや、俺が作ったし、なんだこいつ、いや、マジ、なんだこいつ作ったけど、え、そうなんですか、なんだこいつの生みの親だから、そうですよね、まあ、だけど、ここだからある意味、共同でやってるから、じゃあ僕も共同でやらせていただいていいですか、いや、いいの、ちょっとちなみになんだこいつだけ、ちょっともう一度いいですか、単体で、はい、単体で、あんま単体でやったことないんだよ、うん、ちょっとこっちに来ていただいて、移動の意味ある、ここに、ここにあるよ、本当になんだこいつと思う、そうね、思ったわよ、もちろん、はい、目の前の高木来たと思って、はい、目の前に、はい、なんだこいつー、おー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 お
全然怖くない。身震いしてるじゃん。怖くない。怖い。怖くなってるじゃん。見えるから確かに。なんだこいつのやつ。確かに臨場感半端じゃないですか。あ、そっか。もうちょっとだからなんだこいつ感を出せばいいってことですね。そう、できる？ちょっといいですか。うん。ねえねえこいつ。なんだこいつだよそれは。こっちがなんだこいつになっちゃうから。高木もだし、こっちもなんだこいつになっちゃうのよ。ちょっと今、違うよ。なんだこいつってこと。そうそう。3人目が一緒になっちゃうから、そうすると。そうか、なんだこいつの連載になっちゃいますもんね。なっちゃう、なっちゃう。ちょっともう一回いいですか。うん。もっとあれですね、あんま溜めない方がいいですね。なんか。ああ、はい。自分なりでいいんだよ、そうですね。もちろん。なんでこいつちょっと画が強いな、その言う言葉の。いや、俺の見た。ちょっと無限です。言うよ。こんぐらいさっとバッといったもん。バッとなくるもん。こう足こうやってましたよ。あ、そうやってる。うん。あ、いいよ。な、なんで、な、こいつ。なんの、な、こいつ。どうする？いや、だから、3人目が詰まるよ。そしたら、なんだこいつ、こんな攻めてってさ。いや、でも俺は、でも、こっちの方がいいと思う。嘘だろお前。今高木さんもう一回言いましたよね。カナダがやった、うん、カナダくんがやった、うん、なんだこいつの方がいい。おかしいこと出してるじゃん。やりすぎてネタを。こっちの方がなんだこいつの感じ。ちょっと見せてよ二人でさ、ちょっと一番目になんだこいつやってみてよ。それ見るから。くるくると思う。本当？うん、いいですか。行くよ。はい。シビカ。シビカ。食ってんだよな。運動は大事、バンドはエイジー。なななな、なななな、なななな、軟骨いきなり出てくる。ねえ、まことのスイマー。ねえ。なななな、大事。お前もなんだ。お前も、お前もなんだ、なんだ。お前一体、なんなんだ、お前は。なんだ。お前は。最後なんすか今の何でちょっと怖かったもん今俺どうしたらいいか分からなかったですよ何すかなんで困りました終われたじゃんここで一回なんでなんで俺終わったと思って後ろからなんか自然に行くかやらないことないなんだこれ俺たちにあの時の顔リアルなんだこいつですよ本当だよね怖いよねあれめちゃくちゃ怖かったあるんすかやっぱなんだこいつがあるとあ自然に俺もなんだこいつって言いたくなってなるほどお互いに言い合うことだ普通にパッと入ってきてそうですかなんだこいつがあるとでもなんだこいつは正直どうでした今 いやいいよ、うん、新しいなんだこいつだったわ確かに凝り固まってるじゃないやっぱなんだこいつ、うんあそこまで動いていいんだっていうのはちょっとね前にも言っていいんだったらちょっと俺やったことなかったから、うんうん、すごい勉強あった本当ですか、うん、じゃあちょっと共同もらえるってことですかえなんだこいつはもう共同仕様でいいですかうんいいよ3人でマジですかやりましたまあ高木さんが無理でしたけどなんだこいつ池谷さんなんだこいつ、うん、まさかのゲットしましたいいですか？いいよ。使ってやる。うわ、嬉しい、うん、じゃあ、ルール大丈夫ですかこれ、うん、あの、僕が使用した際に、うんまあ、ジョイマンさんの使用ではなく、自分の使用ということで、うんまあ、変な話、こういうのが発生した場合とかでも、こういったものが発生する時に悪い大人いない大丈夫そう中学生やんないよこういうジェスチャーテロップとかはだからカナさんがテレビで一人で出演した時に、はいそうですね、今のをやってもジョイマンさんのテロップは出ない、はい、とかでも大丈夫それは共同だから出さないとテロップはいやでも共同は、はい、僕も使ってるんでじゃあジョイマンさんがやった時にカナさんのテロップ出してもらいますあお願いしますなんだこいつ使う時は僕一番やばいですねあそこにプレーンあいつかあいつの指示か全部え、何ですか誰ですか言ってた今なんか変なことうちらがなんだこいつやった時は何なんつった彼
カナダさんのテロップ。おかしいこと言ってる。いや、こっちが出る場合です。でうん、はい、なんですか、そう、なんかあれ。いやいや、テロップ出る、出ないおかしいから、やらない、両方テロップ。なあ、かわいくー、なんだこいつー、なんだ、なんだ、もう一体、やめてくれ、なんなんだよ。どうしたらいいんですか、この場合。俺もわかんない。でも3人使っていいんでしょ。これはいらないです。これやめよう。これ正直使用できないです。これなんだこいつは、怖いわ。はい、使うな。ダメ、絶対です。怖かったです。手出しちゃダメです。勉強したわ。いやでも本当、じゃあ許可得ましたんで、うん、ということでジョイマンさん来ていただきました。なんだこいついただきました、うん、次回も面白かっこいいです。聞いたことあるいろいろ判断してるね。おつんこ。つんこは初めて聞いた。高評価とかなんかあのチャンネル登録とかなんかあのよしよしよしやす。かなさん。はい。ちょっと聞いたんですけど。はい。早速行ったみたいです。なんとユニークをですね、ファミリーマートの店内放送で使わせてもらいました。まあ、安倍さんとかがやってるやつですか。はい、ファミリーマートの店内放送でいろんな、まあ言ったら、まあ、DJ みたいな感じでやるんですけど、曲を紹介したりとか、その中でオープニングで自己紹介の流れでユニークやりました。長坂もらった。はい、もう共同仕様ということなんで、普通にもうギャラ発生してる仕事で使わせてもらいました。ユニークをもお金に変えたってことです。はい、はい、早速ですね。は契約的にありですもんね、あの時、はい、あの時契約一筆書いていただきました。はい、はい、何も悪くない。何にも悪くありません。見てる方にはぜひ聞いてもらって、ね、ファミリーマートで、ファミリーマート店内放送が、4月6日から流れるということなんで、4月6日かな、はい、ぜひ皆さんユニークを楽しみに聞いていただきたいと思います。よし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 。